肝臓にこれもてあそばれちゃうんですよ。体内のコレステロールの 25% は脳にありますよ。このコレステロールを下げるような薬を結構やっぱたくさん処方飲んでますね。これが犯人だみたいな。そうなるともう全てがひっくり返りますよ。今までの全然ひっくり返ります、ね、完全にひっくり180度変わりますよ、うん。なんかその食べ物で制限すれば落ちるっていう風なイメージはなんかあるんですけど、結構まだ持ってません、ね、そのイメージを。うん、多分ほとんど皆さ んそう気をつけようとしてるでしょ。なんですね、なんか、うん、頑張ってるんですけど下がりませんとかね。卵1個までしか食べてないですとか、ね、週に2回に頑張ってますとかね。全然違うのにと思いながら。あれなんでですかね、これを知らないからじゃないですか。まあそうですね、コレステロールってその食べ物の影響を受けるのってまあ2割程度って言われてるの で残り 80% はあの肝臓で作られてるんですよね、コレステロールって。だから全体の2割しかこう影響を受けない食べ物をこういくらこう気をつけてもなかなかこうほとんど影響しないんですよね。たくさん取ったら体が作らなくなりますよね。うん、そうそうですね、うん、少ないと作るしね、うん、だからまあそういうコレステロールを一定に保つ、うんうん、そのホメオスターシスっていうまあ体の機能がですね、それがこう働くので、だからまあそこまでですね、そうですよね、うん、食べ物をこう制限しなくても全然いいんじゃないかなと思いますよね。ですよね、うん、肝臓にこれもてあそばれちゃうんですよ。たくさん制限しても肝臓が作っちゃうから、何制限してんのみたいな。うん、作っちゃうよ。作っちゃうよ。そんなに制限しても僕は作っちゃうよみたいな。かなり依存振り回されるとそういうこと。そうですよね。ちょっと取っちゃえば作らないよってなるから、同じだよいつも言ってんだよってなって、超振り回されてますよね。もてあそばれてるみたいな感じですよ、肝臓に。体温も一緒ですよ、ホメオスターシスって。恒常性って常に一定でしょ、うんうん、上がったら下げようとするし、うんうん、下がったら上げようとしてくれるし、うんうん、でね、うん、全く一緒なんです。それもコレステロールも一緒ですよ、ホメオスターシス、恒常性ね、うん。じゃあなんかあまり気にしなくていいんじゃないっていう。で食べ物で気にしちゃうともったいないですよね。もったいないですね、うん、肝臓にやられちゃいますよ。秋山先生、年齢より若く見えますよね。腸活のおかげです。そうなんですね。やっぱりよく眠れるのって腸活のおかげです。あ、そうなんですね。あ、お鍋もういいみたいですよ。腸活のおかげですよ。え、そんな万能。コレステロールってその動脈硬化っていうのと結びつくような、うん、血管にコレステロールがたまるみたいな、うん、よくこうそれイメージですよね。こうモコンって膨れて、うん、見たことあります。見たことあります。これが犯人だみたいな。そうそうなんかね、最近もう逆のことが言われてますよ。うん、そのコレステロールって炎症、血管とかの炎症のところに集まってくるっていう、修復するために集まってるっていう説が結構強いんですよ。最近の研究で。動脈硬化って血管の炎症で起こるって言われてるんですよね。だから悪玉コレステロールが動脈硬化とか血管の炎症を引き起こすんじゃなくて、実はもう2つはもう確実って言われてるのが、糖尿病と喫煙が血管の炎症を起こすのはもう間違いないんで、これも確実って言われてるんで、でそこを起こしたところに悪玉コレステロールが修復するために集まってきてるんじゃないかっていう説が結構最近強いんですよ。そうなるともう全てがひっくり返りますよ、この説が立証されれば。今までの全然ひっくり返りますね。完全にひっくり180度変わりますよ、うん、みんな急いで変えなきゃいけないですよね、資料。180度ひっくり返りますよね、うん、実際にそういった考えを持っているドクターとか、そうじゃないかって思っている方は先生たち以外にもやっぱり結構いらっしゃるんですか。いますよね、最近は、うん、その説が強いんじゃないかっていう人言ってる人も多くなってきてます、うん、まだ少数派ですけど。これ実際にまだメリットってあるんですよね。そうですね、まあそのビタミン D もそうですけど、うん、やっぱビタミン D が作られるとやっぱ免疫力がね、あ、もうこれ一番大事ですよね、上がりますからね。これが結構ほら
ご高齢の方が致命傷になったりする原因の一つですよね、うん、そうですね、ご高齢の方はビタミン D 少ないですからね。あ、顕著に少ないですか。もう見てたら顕著に少ないですよね。本当10とか、なんかやっぱ外出ないん で日光にも当たらないっていうのもありますし、うん、あと食事量も少ないですから、うん、もう絶対必然的に下がってくるんですよね、うん、ビタミン D が、うん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 、それでまあ免疫力もやっぱ落ちちゃう、落ちてくる、うんうん、っていうのはあるんですけどね。コレステロール自体が高いと免疫力も高くなりますもんね。そうですね、うん、コレステロール低いと、まあ、免疫力落ちるので、うん、結局まあがんとか感染症とか、うん、起こしやすくなりますよね。ということはもう亡くなるリスクが高くなるってこと、まあ、そうですね。特に高齢者の場合はこう死に直結していく可能性ありますからね、うんうん、感染症一つにとってもですね、ちょっとした感染症でそれが元でとかありますもんね。そうですね。いや結構肺炎で亡くなりますよね、うんうん、肺炎多いですよね。多いです。誤嚥したりね、誤嚥性肺炎とかもそうだし、うん、飲み力っていうか心的に、そうですね、飲み力でね、詰まらせたりね、飲めなくて入っちゃいますもんね、肺にね。よくあの老人ホームで肺炎とかで亡くなるってよくニュースで出ますもんね、確かに。でもそれ免疫がちょっと落ちてるってことですね、うん、コレステロールが低いんじゃないかなっていうのもありますよね、うん、ビタミン D 濃度が低かったりね、うん、ご高齢の方はちょっとここは要注意っていうことでしょうね、やっぱり。そうですね。先ほどはこういろいろと血管とか動脈硬化ですね、はい、とか免疫力っていうお話もあったんですけど、脳にも影響があるっていう。いや結構関係ありますよね、うん、体内のコレステロールの 25% は脳にありますよ。4分の1、4分の1が、であとほら神経伝達物質とか、うん、神経系も入れると 37% 神経系とか脳にあるってことですよ。4割ぐらいは。そんなに。そうだから脳が正常に働くには十分なコレステロールが必要ってことですよね、うんうん、あ、なるほど。元気ホルモン、ほら男性ホルモンであるテストステロン、はい、これも意欲とか元気に関係するんですけど、これもコレステロールから作られますよね。へ、うん、元気の元だったり、まあ、高齢者の健康の元ですよね、うんうん、でセロトニンってほら幸せホルモン、うんうん、神経伝達物質、これもコレステロールが運搬しますもんね。そうですね、うん、幸福感とかこう充足感とか、セロトニンが不足するとやっぱ意欲も少なくなって気分の浮き沈みが激しくなっちゃいますよね。うん、すごい大事ってことですよね。意外とその脳に関係あるっていうのはちょっと驚きですね。だから認知機能とも関係しますよね、はいはいはい、神経伝達がうまくいかなくなってきて、コレステロールが少なくなると、うん、認知力って落ちますよね、うんうん、気分が落ちたりとか、うん、だからうつとか認知症の発症とかなり関係してると思いますよね、うん、リスクが上がっちゃいますよね。そうですね。やっぱりコレステロールが悪だから、もう値を下げろ下げろしかなんか言わないんで、うんうん、こういうところに影響してくるっていうのはないですね。ですよね、うん、もうこれも以前から言ってますけど、ある性別の人はどっちかですね、女性か男性か男性か二つしかない。まあ女性ですよね、やっぱり、まあ、特に閉経前後のまあ、40代50代当たり前ですよね。もう大体採血したらもう高いんですよ、コレステロールって。まあでもこれって当たり前なんですよ、ね、女性ホルモンを上げようとしてでしょ。そうです、そうです、増える、当たり前じゃないですか。当たり前なんですよね、うん、でもやっぱり中高年のそういう女性の方にもそういうスタチン系 の、うん、そのコレステロールを下げるような薬を結構やっぱたくさん処方飲んでますね、されて飲んでる、下がりすぎてますよね。あ、こんな下がるんだっていうぐらい下がってます。でもそれでやっぱり喜んでる人多いですからね。多いですね。本当に喜んでいいのかよく分かんないですよね、うんうん、まあ結局だからもうコレステロールを増やすっていうのはもう体を守るためのまあ、うんうん、防御反応ですね。防御反応、自然な防御反応と考えるといいんじゃないかなと思いますけどね、うんうん、まあ、それをわざわざ薬使って下げるのは、うん、ちょっとナンセンスですね。まあまあそうです。高い人がスタチンとか使って気持ちが下がって、そのままもしかしてこれ更年期障害じゃみたいな、ありますよね、十分ありますよね。やっぱ気持ちが落ちるじゃないですか。落ちますよね、ホルモンの酸性が落ちますからね。そういう可能性もありますよね。ありますね、うん、これ最後ですけど絶対よく聞く病気ですよね、これは。
心筋梗塞、心臓ですね、心臓の心疾患ですね、まあ、確かにあのコレステロールと、まあ、心筋梗塞っていうのは、まあ、相関関係はあると、ありますよね、はい、昔からあの言われてるんですけど、まあ、日本人がその心筋梗塞で亡くなる確率っていうのはすごく、まあ、実は低いと言われてます、まあ、日本人の死因の1位っていうのは、まあ、もうご存知のがん、まあ、なんですよね、まあ、ですからそのがんとかに比べるとやっぱり心筋梗塞っていうのはやっぱ少ない、亡くなる病気としてはですね。で心疾患で亡くなる人の多くはもう心筋梗塞じゃなくて、まあ、心不全ですね、まあ、これってもう寿命を全うして亡くなるっていうケースがやっぱり多いので、だからそう考えるとまあこう心筋梗塞自体はそこまで、まあ、多くはないのかなというふうに思いますね。これ結構トリックがあるんですよ。これトリックというか、我々がこう看取りをするというか、お亡くなりになるときにあの病院でね、あのお亡くなりになるのをこう看取るって言うんですけど、そうするときって結構ね、病気で亡くなるというよりはもう老衰とかで亡くなる人って多いんですよ。で昔はそういう時って結局最後はじゃあ何が止まるかというと、心臓が止まってお亡くなりって判断をしてたんですよ、はい、ただ心臓が止まることを心不全って言うんですよね。心臓が動かなくなると、はあ、だから死因のところに心不全って書くんですよ。へー、だって病名がないから、はあ、あんまりなんか直接の原因が、はあ、だからよく心疾患が第2位で亡くなる多いって言うんですけど、その6割は心不全なんですよ。老衰ですね、うん、心臓が止まったら亡くなるっていうことなんで、だから脳死とかそこまでやっぱしないんですよ、うん、となると心臓が止まって亡くなったから心不全って書くんですよ、死因に、うん、そうか、うん、だから心不全が多い、やったら多いんですよ、うん、癌で亡くなる人って年間40万人ぐらいですよ。で心筋梗塞で亡くなる人って3万人ぐらいなんで10分の1以下なんですね。それぐらい少ないんですよ。癌の方がよっぽど多い。これそれをグーッと下げて心筋梗塞で亡くなるリスクを減らして、でもがんにはなりやすいという、どっちを取るのかってなると圧倒的に多いがんとかを予防した方がいいですよね。だからこれそれを下げない方がいいんじゃないかなと思いますね。極端にその心臓の病気をした人とかはこれそれは下げてた方がいいっていう、これはデータとしてあるんですよ。目は見えたら全員そうではないんですけど、心臓の病気の起用がないとか、家族性のコレステロールが高いとかいうのじゃないとか、普通の人だとある程度高くてもいいっていうことですね。極端に高すぎると確かに動脈硬化とかに影響もやっぱするのかなとは思う、関連はあるんでね。でもあんまり下げすぎちゃうとそういうがんになったり感染症になったりっていうリスクの方が上がっちゃうよっていうことですね。